全国の皆様こんばんは、元ヤクザの G です。本日のお話は、特別編に、山県組バーサス行動会、雨だれはサンズノカワ、不義について語らせていただきます。それでは、お話に入らせていただきます。 まずはじめに、前回までのあらすじ。私と佐川は、姉さんから交通安全のお守りをもらい、神戸から名古屋に向かう道中で岐阜羽島により、預けていたレンコンを受け取り、慶二町の道具をボストンバッグの奥深くに沈めた私たちは、名古屋のビジネスホテルに向かい、一泊した次の日に、頭が用意したアジトに向かった。 ですが、一番危ない役とも言える、道具の入ったボストンバッグを持つ役が私であり、私はアジトに着くまでの間、心の中で念仏を唱え続けた、神様どうか、職質だけはかからんように、お願いします。ここまでが、前回までの、あらすじである。 ここからは、名古屋で起こった72時間の出来事を、画面の左上に、時間を表示しながら、事細かくお話を進めさせていただきますが、時間に関しては、正確な時間ではなく、およその時間になりますので、この点はご理解のほどよろしくお願いします。玄関のインターホンが鳴った。私はドアスコープを覗き込んだ、そこには私より一回り体のでかい男が紙袋を持って立っていた。この男が、水崎隆夫である。 水崎は部屋に入り私たちの顔を見つめながら机の上に紙袋を置いた後に私たちに向かって。要件だけを言う。タイムリミット72時間。もし何らかの理由でこの部屋から出ることがあれば必ず一人行動をしろ。それとな、夜の街には出るな。あともう一つ、道具をこっちに預けろ。と水崎は私たちに行った後に立ち上がり部屋から出て行った。私はすぐさま机の上に置かれた紙袋の中を覗き込んだ。 そこには、カップラーメン、菓子パン、一台のアナログの飛ばしの携帯電話が入っており、だがこの時点で、二丁の道具を取られ、水崎に鎧を脱がされた私たちは、無防備の裸の対象になっていた。水崎が部屋を後にし、私と佐川は、とりあえずカップラーメンを食べながら、私は佐川に向かって。 佐川の先輩、水崎という男は、体がでかい割に、声は宇宙人みたいな低い声、あの声を聞いたとき、わしは必死で笑いをこらえてしもた、ところで先輩、今後はこの飛ばしの携帯で連絡を取り合うということですわ、それにしても、今日も明日もおそらく、部屋から出ることはないやろな、ああヒまで車内で。と私が言うと佐川は、ずるずるとラーメンを吸い込んだ後に。G よ、その辺で、スポーツ新聞と、タバコをまとめて、こうてきてくれ、その帽子とマスクをつけていけ。 と佐川は私に言った、私は一瞬考えた。ええー、先輩、それはなんぼなんでも、目立ちすぎますせ、と私が言うと、佐川は何一つ気にすることはないと言った、私は佐川の指示通り、帽子をかぶりマスクをつけ、部屋を出た。ひー、これはやばいよやばいよ。佐川の先輩、マンションから出てすぐに、デコスケに職室、危ないとこやった。 と私が言うと佐川は、鼻で笑いながら、そこのビデオテープをデッキに入れてくれと言った。だがデッキは壊れていたため、佐川は新聞を読み出した。私はベランダに出て、名古屋の街を眺めながら、タバコを吸った。私がベランダから部屋に入ると、佐川は新聞を読みながら。G よ、大体いい過去を遡っても、ヒットマンと言われる者は、用がなくなれば、口封じのために潜伏先で、身内に殺められることも、泣きにしもあらず、前にも言うたように、 己の身は己で守れ。だがわしらの手には道具がない。この部屋で武器になるものを探せ。と佐川は、真剣な顔で私に言った。私は部屋の中を探し回したが、武器になるものは、何一つなかった。そこで佐川は再度私に。じいよ、もっかい外に出て、マグロ包丁と、出場を買うて来い。帽子とマスクの着用を忘れたらあかんで。と佐川は私に言った。この佐川の言葉を聞いた私も、真剣な顔で。 先輩、それはあかん。帽子をかぶりマスクをつけて、光物を買いに行けばどうなる。しかもマグロ包丁は、木刀並みに長い。わしは、ここには戻ってこれんど。と私が言うと、佐川はそれもせやの、と言った。何 <noise> やかんやしているうちに、日が暮れた。テレビのチャンネルを回すと、原平に一万点、竹下に一万点。 と聞こえてきた。私は、クイズダービーやと思ったと同時に、今日は土曜日かとも思った。そしてクイズダービーが終わり、氷金属を見ようとしたら、佐川がいきなり、8時だよ、全員集合に、チャンネルを変えてくれと言った。しかし私は、氷金属が見たかったが、佐川が8時だよ、と言ったため、私は仕方なくスポーツ新聞を読んだ。あっという間に21時になり、続けて土曜スペシャル、ポリスアカデミーを見た後に、私と佐川は、床こに着いた。 なぜか私は布団に入っても寝ることができず、いろいろなことを考えていた時に、突然佐川が私に、お前も寝れんのか、わしも寝れんのや、と言って立ち上がり、かけてあった、スラックスのポケットからサイコロを取り出し、G を、チンチロでもするか、と言った。 私と佐川は、約1時間ほどサイコロを振り続けたが、やはり掛け金がなければ、爆打はおもろない、と思った私たちは、頭からもらった300の銭を折半し、一発50万で3回の勝負をしたが、いつものように、私は全ての銭をなくした。そして私は最後に遊びで、サイコロを茶碗に掘り投げた。 すると生まれて初めてゾロ目が出た。サイコロ遊びも終わり、布団に潜った私は、ふと思い出した。アーキオスの闇医者に、もう一人の先輩と若い衆を置いたままや、この二人を違う場所に打つさんと、後々ややこしいことになる、と思った私は、佐川にこのことを説明しようと思い横を見た。佐川は口を開けながらいびきをかいていた。 私が目覚めると、佐川は珍しく私より早く起きており、鼻歌を歌いながら朝風呂に入っていた。私は冷蔵庫の前で牛乳を飲んだ後に、風呂場に向かい佐川に向かって、先輩、久しぶりにわしが背中を流したろう、と言って佐川の背中一面に掘られた、雲流を手拭いで擦りながら、わしがあんたの背中を流すのは何年ぶりかいの、と私が言うと佐川は、照れくさそうに話を変えた。風呂から上がった佐川に私は、 佐川の先輩、大事なことを忘れていた、清スに先輩と若い衆をいつまでも、ほったらかしにしていたらあかん、ここに連れてきてええか。と私が聞くと、佐川はテレビを見ながら難しい顔で私に向かって、わしの一存では、なんとも言えん、水崎から連絡が入った時に、一回聞いてみたらどうや。と佐川は、私に軽く流す感じで言った。この後、テレビを見ていたら、24時間ぶりに、初めて携帯が鳴り響いた。私が電話に出た。 もしもし、水崎や、一つ聞きたいことがありゃ、田三郎一家の B と繋がっている奴は誰や、お宮か、それとも佐川か。と水崎は私に聞いてきた、私は戸惑うことなく水崎に向かって。水崎藩、わしと B さんは、昔からの実婚の中ですわ、それがどないしたんでっか。と私が聞き返すと、水崎は下打ちをした後に、私に向かって。B は、行動会、その田組経営地組、若いもんが白の石岡と繋がっとる。 一昔前の中京の関係や、お目はもしかして、B に名古屋に入っとることや、そのマンションのことを言うとらんやろな。と水崎は、鋭い低い声で、私を問い詰めてきた。<noise> 水崎藩、確かに B さんからは、しつこいぐらいにポケベルがなっとるが、わしは一切名古屋のことは、言うてない、ですがの、あんたも知ってると思うが、高南の廃墟の件で、先輩と若い衆が清スの病院に、取り残されとる、言うまでもなくこの病院は、B さんが手配した病院や、わしと佐川は、この二人をこのマンションに移動させたいと、おもとり万年。と私が言うと、水崎はさらに、鋭い低い声で、私に向かって、おみゃ、この計画を潰す気か。 当初から三人で動けと言われた、計画の途中で、複数のものを入れ込んだら、必ず計画は潰れる。何があっても、そいつらをそのマンションに入れたらあかん。わしがちぎわ場所を用意する。電話が鳴ったら下まで、降りてこい。と言って、水崎はこれ以上何も言わず、電話を切った。G よ、タサブロウの B が、どないしたんじゃ、何度悪いことでもあったんか、水崎は何を言うとんねん。 と佐川は私に聞いてきたが、私は佐川に余計なことを言えば、またことが大きくなると思った私は。いやいや、大したことではない。とりあえずキオスにいている二人を、違う場所に移動させる。わしはキオスに行ってきます。と私が言うと佐川は分かった。この携帯を持って行けと言ったが、私はこんなでかい携帯は、表社内、と言って水先の電話を待った。 1> 約1時間前後に携帯が鳴った。私は水崎の指示通り下に降りた。なんとそこには、クリーニング屋のトラックが止まっており、運転手のおっさんが手招きをした。そして私はこのトラックに乗り込み、清洲に向かった。やはり病院の駐車場には、1台の車が止まっていた。車内には B さんの若い衆が2人乗っており、そこで私はクリーニング屋のおっさんに向かって、 おいおっさん、わしがあの二人をこの場から外す。その間におっさんは、二人を水崎藩が用意してくれた場所に連れて行け、その住所を紙に書いてくれ、わしは後から追いかける。と言っておっさんから、紙を受け取り、トラックからこっそり降りた私は、駐車場に止まっていた、車の運転席の窓をコンコン、と叩いた。あらまあ、誰かと思えば、B さんとこの若い衆ではないか。わしを車に乗せてくれ、と言いながら後部座席に乗り込んだ私は、二人に向かって、 お前らのどっちが格上や、ちょっと大事な話があるんですよ。後ろに来てください。と私が言うと、一人の若い衆が私の横に腰を下ろした、私は若い衆に車でドライブをしてくれ、と言うと若い衆はそれは無理や、わしらはここから動くことはできん、と言ったと同時に、私はやむを得ず、思い切り、若い衆の鼻めがけてパンチをぶち込んだ後に、てめえの顔をぐちゃぐちゃにしたろか、と叫び、さあ車を動かしたまえ、と言ったら車はゆっくりと、駐車場から出た。 私はその辺をぐるぐる回れ、と運転手に命じた。おい、運転手さん、申し訳ないがその辺の駅で、車を止めてくれ、わしは便所に行きたい、と言って車を駅のロータリーに止めさせた私は、猛ダッシュで駅に入り、切符売り場でポケットに手を突っ込んだ、だが銭はなかった、私は試しにこの場で、ぴょんぴょん、と飛んだがやはりチャリンチャリン。 とうとはならなかった。これはまずいと思った私は、一旦ロータリーに戻ったが、もうそこには車は止まってなかった。私はもう一度、駅に入り、改札口で駅員に向かって、すいませんね、ちょっと上まで人を迎えに行かしてもらいます。と言って止まっていた電車に乗り込み、紙に書いてあった、岐阜の大垣に向かった、大垣駅に着いた私は、恥ずかしながら、柵を乗り越え外に出た。この時、生まれて初めて、私は電車のただ乗りをしてしまった。 水崎が用意してくれた、ワンルームマンションに着いた私は、部屋に入り先輩と若い衆に、当分の間、この部屋に寄ってくれ、わしは名古屋に戻る。先輩、一万円ほど貸してください。と言って先輩から銭を借りた私は、名古屋のアジトに戻った。佐川の先輩、任務完了、二人を大垣に無事送り届けた。ああ腹が減った。その机の上に置いてある、美味しそうな弁当を二つ食べてよろしいか。と私が聞くと佐川は、笑いながら私に。一つは、 わしの弁当やないけ、まあええわ、ふつ食え、わしはカップ麺でもすするわ。と佐川は、己の弁当まで私にくれた、いつの間にか私はソファーで寝ており、目が覚めた時は、次の日の午前中の11時頃であった。タイムリミットまで、あと24時間、と時間が迫っていた。佐川が作ってくれた、ハムエッグを食べ、味噌汁を飲んでいる時に、佐川は私の顔を見つめながら。兄弟は、元気やったか その大垣のマンションは、安全な場所か。と佐川は私に聞いてきた。私は笑いながら佐川に。佐川の先輩、先輩は元気やったが、顔の腫れがひどかった。大垣のマンションは安全や。それとの、水崎という男は、おそらく信用のできる男や。と私が答えると、佐川も笑いながら。それは良かった。ところでジいよ。もう24時間を切ってもうた。今やったら後戻りはできる。少ないゼニアが、そこにある300を持って、人生をやり直すこともできる。 だがわしは後戻りはできん。兄弟の仇を取る。お前は好きな道を選べ。と佐川は私に言った。私は佐川の言葉を無視しながら、飯を食い続けた。この日は、お互いあまり会話をすることはなく、テレビを見ていた。そして、床についた私たちは、眠りに入った。次の日の朝6時に目が覚めた私は、佐川を起こし、佐川に向かって。 佐川の先輩、今日ももう一回、背中を流させてもらいます。と言って風呂場で、佐川の背中を流しながら私は、サイド佐川に。佐川の先輩、朝駅から帰ったら、ヤク役座ギ関係なしに、一回だけ、一緒にうまい飯を食べよ。その後は、お互い違う道を歩くことになるが、もしどっかですれ違った時は、二人で笑いながら酒でものもや。と私が言うと、佐川は一言。お前何を、ええかっこ言うとんじゃ、と真剣な顔で私に言った。 しかしなぜか不思議なことに、昨日から B さんは、私に一切連絡を入れることはなく、またポケベルは静まり返っていた。とうとう72時間後の11時30分ジャストに、水崎から電話が入った。もしもし、水崎屋、もう準備はできてるか、今からクリーニング屋のおっさんが、お宮らを迎えに行きよる。と水崎は、要件だけ言って電話を切った。私は、またクリーニング屋のおっさんか、一体屋のおっさんは、何者や。と頭の中で考えた。 この続きはヤマケン組 VS 行動会雨マれはサ三ズの川因果王法でお話をさせていただきます <noise> よければチャンネル登録ならびにグッドボタンの方もよろしゅうにお願いします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます <noise>